おはようございます。 Vlog をね、今日また回していきたいと思うんですけど、多忙な野望を抱いて、あ、もう出発します。着きました。いや、もう横やって。今からあれなんですよ、あの一番僕がやってほしかった。めっちゃ可愛いじゃないですか。なんなんそれ。え、食べてるだけのカビゴンです。いやいや、別にいらんやろそれ、はらんで。今顔、今この大きさじゃないですか、うん、終わった頃に、ほんまに多分、うん、顔ないっす。顔なくなったら人じゃないよね。フェイシャルってどういうのするんですか。フェイシャルは、はい、小顔矯正コースなんで、はい、マッサージとかでリンパ流していって、最終的に骨押しとかで。骨押し、はい、もう骨の位置から変えていく。じゃ整形ってことですか。今日手整形。あ、手整形。切らない整形です。うわ、これ何すか今やってんの。これ黒墨パックです。これでお肌が綺麗になるんですか。そうですね、毛穴とかの汚れをしっかり吸着して一緒に剥がしていきます。お前、毛穴汚れすぎちゃう。一個めっちゃおもろいのあったんですよ。なんか顔にウィーってやったら筋肉が全部吸い寄せられるみたいなんで、顔えぐい。なんムービー見ます。バリおもろいですよ。じゃ、そのデコルテ出すのやめてもらっていいですか。気持ち悪いんですけど。デコルテってなんすか。これこう。ちょっとちゃうってお前。だる。よし、これでちょっと時間置きます。出すな乳首。言い過ぎ、めっちゃ固まってる、やばい。ええ、顔そぎ取られてる、やばい。顔そぎ取られてる。うおー、今の剥がす瞬間バリ気持ちいいですよ。気持ちいいですよね。めちゃくちゃ気持ちいい。フェイシャルやってもらったんですけど、あの以前に僕の動画でも出ていただいたサルタさんの草間がやってるお店でして、モットの神戸店です、はい、モットって結構聞いたことある方多いんじゃないですかね。サッカー選手とかフットサル選手とかですね。スポーツ選手がよく通ってくれてるところで、神戸店にちょっと今回出させてもらったんで。どうですか、めっちゃちっ。いや、でもなんかな、ほんまにな、顔ちっちゃくなってると思う。ちっちゃくなったっすよね。うん、なんかほんまに一回りちっちゃなってる。髪どないなってんの。小顔と髪の毛矯正っすけど。いや、矯正されてんよ、髪の毛。髪ないからね。ここ髪のやつないから。ここ小顔矯正以外にも、はい、いろいろあれっすよね。脱毛が一番推しているところで、まあ、それ以外にもホワイトニング、フェイシャル、小顔をやってくれたやつ、まあ、あとは女性の送信、ちょっと痩せる、はいはいはい、そうですね、そういう辺があるから、ぜひぜひ皆さん。ホワイトニングだけとか脱毛だけとか多いんですけど、もっと来てもらったら、ここで全部完結するっすよ。そうやな、全部全然行けますね。神戸の最寄りは元町駅。元町駅だね。元町から徒歩2分3分で、三宮駅だとまあ7分ぐらい。大阪からでも JR で1本なんで、意外と近いんで、神戸の方もよかったら来てみてください。ありがとうございます。はい、僕もちょっと小顔矯正ずっと通って顔なくしたいと思います。なくならんよ。はい、ということで、もっと行って、今から撮影なんですけど、コラボさせていただきます。神戸で車で最近使わせてもらってる花屋敷に向かっていきたいと思います。はい、ということで、神戸から花屋敷に移動してきたんですけど、今から撮影なんですけど、まあリュウとケジ君来てもらってるんですけど、やばいっすよ。今日のコラボ相手リズムさんっす。ナンバープレートつかんだ。お疲れ様です。あ、ギャウニー、ギャウニーお疲れ様です。ギャウニーお疲れ様です。おーなんだよ。ポジションどこ行くんですか。ヒボ。どこのポジションを聞いて。今日はどこのポジションですか。ヒボ。今からは
の梅谷さんのコサレなんですけど、割と強いチーム集まってて、さらにこっちのチーム見てください、メンツエグス、メンツエグス、え、2人ちょっと、ね、いやー、バチバチなんで、ちょっと楽しんでいきたいと思います。バチクソレベル高かったっす。やばレベル高い。やばい、ほんまにおもろかった。でも時刻がもう見せ方独特。12時半です。今からまだ行きます。この1日 Vlog の最後はこちらです。いや滑り込み、これは絶対うまい。男を4人でアイスの時間。J'ai vu tes traîtres et les lamentes. Mon but c'est pas d'argent, mais abondance.